くような動きも見せないとショーストッパーか。おお、これはもうボールトライにシュガーゼロ落としに行く。これが無料ってマジ。アクションとのトレードでショーストッパー使わせた。おっと、え、何があったか。僕今キッサの顔見て、だからファント最後の一人だ。あ、武器取れた。オープン設置なので最悪シュガーゼロ倒されても、あ、となるとちょっとポジションが危ないぞ。ホールトレイン綺麗に入ってる。あ、うわあ、うわ、よく勝ったな今の。あとはここで上を見ていたはずなのに即座にシャグリック当てる。スパイク回収からの設置はアフターショックのやや横。ラズの動きが3対2。ラズさん、ラズさん、シンプルキル。ラズさん、縛れた。どうだ。おー、さすが苦労だ。でけえこのスリフティ。しかしスリフティ一般的に見ればラズさんファントも強いんだな。うん、使い方に見えます。4対3の人数状況、武器苦しいファブが人数有利。コズミックディバイドを打っていきます。これ回収止まらない。ボディブロック。お、ニーチトレード、フラッシュ、すれ違った。うまいな。有利ポジションを築いていく。詰ませた。おお、飛ばす判断になりました。おー、でもちゃんと倒した。最後もポジションバレていたのに、かかずっと一人持っていけたなと僕思いましたね。ありますよね。抜いていく。うえ、ほほ、何か見えたんでしょうね。これゼータ一人ずつ行くような動きも見せないとショーストッパーが。おお、それは完全にこれだってスキルもクソもないだろ今の。レイズが裸で見合ってワンキルワンキルよ。完全にフィジカルでしょ。ショーストッパースロープを取っていきます。誰もいない。どこまで行く、どこに打つ。二択、うわっつい。二択、二択屋ですね。これはもうボールトラインシュガーゼロ落としに行く。クロスキックでいいのか。ノーダメージ。ちょっとマジでうまいって。ファントム裏警戒。いや、うますぎるって。ちょ、クラシックでこのダメージ、これ以上は無理という判断でキープです。かなり体力持ってきましたね。やばいって。無料の武器で2900のクレジットの武器を2本落とさせました。これが無料ってマジ。ちょっとこれはシュガーヒーローすぎたな。するんですよね。確かにサイファーなら手前で情報は取れます。ただそれでもあのサイト裏で一人で耐えるというのはすごく難しいものがあると思うんですよね。いや、これもうますぎる。耐えれていた部分というのはもしかしたら、いや、来ましたよ。アストラの位置、シュガーゼロセンター抜け、ヘブンドリオープン設置ですから、スロープの可能性も残し、スクリーンはすでに3人で取っている。さらには裏取りのシュガーゼロもいる中、ファーストブラッドはまず黒を落としました。スロープ確保はファブゲーミング。しかし今度ケアしなければいけないのはスクリーンとベントです。 2-2 トレード、残りは3対2。コズミックリバイド、これで射線が切れました。解除はどうだ。しかしシュガーゼロデップとキルを取ってグラビティエルで吸い込むか。吸い込みは吸い込みか。しかしあー、ターン抜けからヘッドリー、さすがのプレーでした。もう意味わからんわ、もう何もわからん。ラウンドのポイント様々です、ね、どこでどうキルが発生したのかもわからなかった今。そのシュガーを吸い込みを吸い込み止めるやつ、あれ深いよね、これで解除通った例もあるみたいだしな。吸い込まれないですね。ハブの取り返しも非常に良かったですよね、はい、中2、そしてヘブン下1。ヘブン上にはシュガーゼロ、頭1個見えました。そこに対してシュガーゼロがプレッシャーをかけていくでしょう。このカバーには入りませんがミンティ1人で抑えました。中からのカバーをファントム、あとはエルボー付近からの周りでしょう。バレましたね、位置がバレました。当てる、うん、削る。いや、どうだ。怖くないのか。ありそう。削るな。削るな。
なんか動きに自信が満ち溢れてるよな。過去の結構やり込んでるゲームでもさ、怖いとこちょっと抜けたくなっちゃったりしたくなるんだけど、ああいうところで強気で待てるのってもう本当に自信に満ち溢れてる、ね、ワンチャンありそうなのすごいよね。誰が残ってもマジで誰が残ってもワンチャンあるでしょ。ゼータの素早く降臨はマジでさあローリングサンダーはやるんじゃねえかっていう。狙っていくし、なんとか細かいところを積み重ねながらファブゲーミングが取っていきますね。新しいスキンか、水冷スキン。最近のスキン知らんな俺。そこからショーストッパーでリザレクションは無効化されましたけど、その代わりリザレクションとのトレードでショーストッパー使わせた。おっと、ん、え、何があったか。僕今キッサの顔見てたんですけど、何がコピーましたが、テックポーズが入るかゼータのタイムアウトです。あーちょっと違うところに設置したのか。それで変わるんだ。やっぱこのトレード大きかったですね。僕もちょうどユキヒロさんと話していたのでもう逃げ切れるだろうと思ってね。そうですね、あ逃げてますよね。でもそうそうです、そうです、手前の設置だからですね。隠れ設置だから。失礼しました。あーそういうことか。でもちょっともったいないという、まあまあまあ、あーそういうあれあるんだ、ね、うん、このレベルでもやっぱあるよねこういうの、ね、まあ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 、まあ、丁寧なエリアコントロールができました、うん、さてここでフルラッシュか、初めてショーストッパーからのラッシュでしょうか。パーティータイム。あー今まで天が痛いポジション、怖いな。おそれでも抜ける、抜けていった、止めてくれ。ラズの結果、フィスカの頭が見えた。ファーストブラッド当て、そのフィスカを抑えました。スロープからの進行はできません。バリアオブでラズが上に乗った。まさかの位置、オフアングル。ラズ今までは今上にこの壁に取り残されていたんですが、今日はこのステージ上にラズがいる。今壁の上に乗ってるのバレないように天井に当ててたね。そのまま打っちゃうと、あ、壁の上乗ってるわってバレるから、わかんねえわ。あれは後ろから打ってるようにしか見えねえわ。これだったら直に打っちゃうな。まあ直打ちしたら角度で分かっちゃうから、天井打って入れたん。設置は一人で待たないといけない。この角度ではファントム、ヘブンの警戒はできていません。シュガーゼロと合わせていった取り返し、ワンオンスリー、完璧な包囲も。やっと止まった。トリプルピーク綺麗に決まりまして、今回も詰め待ちではありますが、なんとなくこうどう攻めていくか少し迷ってるようにも感じますね。 B は相変わらず出待ち、あとは A も少しずつ進行するんですけど、出てきてもらえればまあキルは取れるんだけどというところ。うわ、嘘、あら、なん今の抜きばっかりはもうどうしようもないよな。シュガーゼロ、タエスモークアタックか、フラッシュから勝負をかけた。ラズ反応できている。その間に B の展開です。グラビティウェル、スローブが入っている。この目がね、バックサイトにはシュガーゼロとデックのクロスの射線、入り込めないから高れたら終わりなんですよね。もう後がない。デックのタッチで締めました。ここのハルトウィナーズファイナルはバック真正面右全部見上げないからもう進行できない。いや強え、世界じゃない。スプリットでマジで強え。これだけの緩急をつけ守り、相手のアビリティを SSS よ SSS。 たくさんのいいところはありましたが、